なんか研いでいたし、フーズアイランドってまだ開いてるかな。あ、9時までやってるな。9時までやってるか、行けるな。いや、フーズアイランドからちょうどあそこから入り口みたいな感じで、まだ9時だと思う。この道はもう何年かいてますから、ここは我々もよく走るからね。でもいつの間にかこの安全通行村ってなんか閉まってて、やらなくなっちゃったよ。あ、奥の方乗って、これコンビニだけか、今これあれだよな、これ知らなかったけど会社名が安全なんやな。あ、そうなんだ、うん、株式会社安全さんがやってる文化村やん。あっという間に心なのに休養で2日この夜に何の企画かもまだ決まってないのにな。いや、どこまで行くって言うんだし、どこまで行くか言ってないけど、どこまで行く、どこまで行くって言わずに25号行くって言っちゃったよね。はい、25号行こう。ああ、25号行くんやけど、まあ、どこに行きたいとは思ってる。山添村か。でもスポーツはその杉谷までしか行くのよ、自分では。あ、そうなんだ、うん、もうそれもしかも10年ぐらい前で、うちがバイク持ってたものだから。おお、あの F25 のバイクで、はい、杉駅までは行ったのか。はいはいはい、杉駅ね。そっから杉の9名の話なの。やばいよ。あ、次までがきついな。きついけどね。いいか、雪ないよね。大丈夫だよね。あ、てか ノーマルやっぱノーマルだ。あ、でもない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 。いや、チェーンは買ってあるけど、チェーン付けの2時間かかったわ。5分でラクラクワンダって言ってたことは全然疲れ。あのプラスチック的な。あれ金属、うん、あれも持ってるけど、うちも使いたくないよ。ちょっとスタッドレス買えたから。スタッドレスしたいや、うん、それが一番いい。まあでもね、周りがノーマルタイヤだとやっぱどっちみち怖くて運転できんね。もらい事故があったから。スタッドレスでもやっぱ凍結するとか、ちょっと怖いところがある。いなべスタッドレスで行ったけどさ、うん、やっぱあの橋の上とかやばかったもん、あの時。着いたらもう駐車場が雪の山まで駐車できなかったからな。着いて最初にやったのが駐車場に止めるために雪やったもんな。さあ、買ってこよーと。カメラ回しだからやからね、あの食べながらね、運転っていうのがね、できんからね。あ、そうか。普段からやってませんよ。やってませんよ。前々じゃないですか。一点も落とせない戦いがここにあるんですからね。5点落としたからさ、あ、もう大丈夫なんだ。1年経ったから、はい、いや、これ去年の年末に、あ、一昨年の年末になるのか、これね、はい、あの年末に事故したから5点落としてあって、はい、5点落とすと、1年間、あの、なんていうの、あのモラトリアム期間みたいなのがあって、はい、その間に1点でも落とすと即免停なんですよ。はい、6点でっていう。そう、6点でアウトやから。で、5点やったからギリセーフで、1年間そこから様子見の期間に入って、そこから1点でも落としたらもう、はい、累計でアウトってなるんやけど、1年間0点でいったら、うん、そのマイナス5もちゃら、そう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 、はいはいはい、うん、カウントリセットしてくれるもんで、うん、だから本当に1点落とせない戦いが続いとってんけど、だからあの仕事からさ、うん、車乗れません、即イコール戦力外やん、うん、だからやばかったんだよねっていう話は置いといて、フーズアイランドさんね、フーズアイランド関連さんでね、買ってきました。こんなのとね、レモン牛乳、これ、ね、レモン牛乳自体はね有名やけど、こっちでこんなのとるんやってね、作っとるところは宇都宮、栃木か、
宇都宮市の、双葉さんってところね、双葉さん自体はね、あのごまのソフトが大好き、あごまのね、なんかもなかみたいなのが売っとって、あとね、栗もなかもあんねん。このね、栗もなかとね、あのごま、黒ごまごまもなかがね、言いにくい、黒ごまもなか、うん、むちゃくちゃうまいところと思うんでね、思わず買っちゃいました。早速いただいていきましょう。あと何買ったっけ。あで、思わず黒ごまね、買っちゃってたまたまいいから、こっちの方先に入れとった気がするけど。で、あとなんかね、こんな、あとで写真撮れるかな、マグロか、初めてですよね、こんなんね、見たことない兄弟で、マグロのカツってのもするらしい。4割引きの320円から4割引きやからね、お得やし、せっかくやからちょっとつまみながらね、行こうと思います。ということでね、カツつまみながらかボロボロやで、あの衣もね、ボロボロで油ベトベトやで、箸ある、いやいやいや箸ある。じゃあ早速ね、レモン牛乳いただきました。硬っ。え、見かけによらず。めっちゃ柔らかそうなフォルムしてるのに。歯入れたいけど。うん。めちゃくちゃレモン。これめっちゃ口の中さっぱりする。ただ、わかるかな。コーンが取り出すね。どうやって取り出そうこれ。ギュッてやってもダメ？無理。そうなの？ってこいや。どうやってだろうこれ。うまい。こんなところにね、レモン牛乳ありつけると思わんかったね。うん、こっから25号で走って、全然企画的なものが思いつかんもんな。それで何をするんだっていう。当初考えとったプランの一つには、うん、お互いで交差点ごとにじゃんけんをして、はい、勝った方に曲がる。十字路があります、はい、じゃんけんします、はい、まあ口で言ってもいいや、グー、パーって言って、はい、勝った方に曲がります。あで、どこにたどり着くのか、はい、アイクやったらまっすぐとか、うん、なんか昔からそれっぽいのやってるね、ローディション的な、なんか、うん、ネタ帳にあるのだと、2人でやるやつだとそのあたりかな、車に乗ってやるやつだと、あとは単純にどこどこまで行ったみたいな、うん、この手のパターンの時に一番よくやるのは、ここでシアさんに電話かけて、言った地名に行く。言っとくよ、とんでもないところ言うからね、あいつ、うん、それも、行けそうなギリギリのところを言っとくの。うん、ほんとギリギリよ俺、出雲大社行った時なんて帰ってきて2時間仮眠取ってそのまま仕事だったからねそこまで、払うのいいですうん、まあ、とりあえず25号走りながら考えるか、うん、それか、シラさんに電話をかけてみるか。明日予定あるなんか ないけど、ないね、ないね、はい、親が何か言いそうな気がするな。朝まで帰ってこないと絶対 何年か心配するからね。別に言っといたらいいだけだったし、別に、あ別に38の、あ、まだ37だ、うん、俺も37だまだ、はい、の野郎2人が、親の許可なしに夜出かけてましたって言って別に炎上はせんよ、うん、大丈夫、YouTube の炎上が怖いから、俺は YouTube の炎上の方が怖いから、うん、よし、じゃあちょっとシアさんに電話かけてみるかな。今の時間つながったら、あ、つながらんね。なんか面白いゲームねえかな。そっさげやらんよね。うん、全くやらんくなったね。カンコレも完全に卒業したね。ウマ娘は完全に乗り遅れたし、そう、ウマ娘を今ね、アニメをちょっと見始めたとこ、おうおう、あのアマプラでね、うん、6話ぐらいまで見た、1キロ、あれはハマりそう、ハマりそ う、うん、結構ガルパン好きなおじさんはハマるね、うん、あれ、あ、そうなんや、ああいうちょっとスポコンじゃないけど、確かに俺ガルパンも ハマなかったもんな、うん、
だから俺ハマるアニメってあんまやらない。いやでもエンジェルビートハマったもん、うん、だから最後にハマったんだけど窓巻き AB とかはハマったき、あーあとあれかご中佐か、うん、ご中佐は印象してないよ、うん、そしたらハマからなんだ。多分最近その馬娘効果で競馬場行って、うん、なんかこうやってカメラ回せる中盤多いらしい。ようやるよね。お面もやるよって話なんだろうけどさ、多分この仮面を見てね。あとあとね、全然そういう熱わかんねえ。単純に忙しいっていうのはある。だいたい今の生活サイクルが朝の4時起床やろ、はい、4時に起床して4時半ぐらいに家出て仕事に行ってで、仕事終わるのがだいたい夕方の帰ってくるのが夕方の5時か6時ぐらいやろ、うん、で、そこからまあ飯の支度してご飯食ってまあそうすると飯食い終わるのが7時ぐらいででまあ食いながら動画編集のプランパッと立ててで編集作業にかかって夜の10時ぐらいに編集が終わって、そこから酒飲んで寝て4時に起きてやから、うん、全くもってなんて言うんだろう、つけ入る隙がないんだよね、うん、多少その編集とか飯食っとる間にあの他のねチャンネルの動画とか見たりとかする時間を作ってって感じやで、全然ゲームする余裕がないのにね。これでだってだいたい5時間睡眠ぐらいやからで、あキッシーさんどっちだ、ロングスリーパーとかいくらでも出る時間あるもんな、うん、ただねやっぱ夜勤だったもんで、うん、本当にあの夜型が抜けなくなっちゃった。ああ1年間夜だったから、うん、本当に今はあのはい無職の、うん、現在、うん、睡眠が朝の、うん6時頃から6時から、はい、はい、昼の1時ぐらいに目覚めて7時間がっつり寝てるね、うん、でさらに、うん、夕食食べた後の7時から10時ぐらいは寝てる、7の3の1日の10時間は睡眠に費やしてる計算だね。はい、おお寝てるね。であ10時ぐらいに夜10時ぐらいに目覚めて、あ寝ちゃったなって言って、でもそこからも朝6時まで何もしてないなんかただあの何時まとめサイトとかウィキペディアとかなんかもうしょうもないとこばっか巡ってる。だって YouTube 見れるじゃん。見れるよマジか。そういう意味ではなんか VTuber の一つでもハマるかなと思って。うん、ホルライブとか行かんの？いくつか見たんだけど、うん、マスネス。いくつか違うんだよね。そうなの？なんかまださ、あの、絆愛みたいなさ。愛ちゃん、うん。うん、なんか、あれ、自分結構絆愛にハマりかけたんだけど。ハマらんかったんや。うん。うん、俺は、まあ、愛ちゃん見るのは見るけど、うん、どっちかちょっとあの、あかりちゃんの方にハマったから。未来あかりちゃん。はいはいはい。うん、なんかあの頃はちゃんとさ、なんかキャラ、いい意味で、キャラクター前としてたからさ、うんうん、なんか今、ホロライブのやつって、なんかもう、中の人が透けて見えるというか、うん、もうなんか本当に、側だけっていう感じがして、うん、あなんか好きじゃないんじゃない、もうちょっとキャラクター前としててほしいっていう感じになるかな。はいはいはい。本当、見た目はなんかね、綺麗なキャラデザインで惹かれるけど、うん、配信見てるとなんか、うん、なんか すごい素が出てる感じが、うん、今の若い子にはそっちの方がウケるからね、もうね、うん、自分はなんていうか本当にアニメみたいに見方をしたいから、うんうん、なんかそこがちょっとギャップがある、うん、ただあのゲームの実況動画とか見てもなんか、うんうん、普通になんかあの陽キャが、うん、はしゃいでるなっていう感じでした、うん、見にくて。そうだね、はい、うまく企画すかびにしみる、うん
ね、結構かんで、多分冷え、キュンキュンに冷えとった、はい、まあゆっくり食べてください、うん、まあこの時期だいぶアイス買わんからね、はい、今あったかいからなんかアイス欲しいなって思ったけど、そうそうそう、向こうに寄るときは絶対欲しい、欲しくなんなかったから、店内めっちゃ寒かったもんな、ほんとすごい環境が節電中って書いてあるから、ほんとに節電中、そうだね、寒い地域だからね、こっちも、いや、そこまで、そこまででもないけど、ちょっと前、年越しの大晦日の動画で、青山高原、西青山で、東青山やかな、西か東か忘れてるけど、なんか、みたいに崖の獣道で歩いて死にかけたような話してたじゃん、あれって、なんか布引きの滝を目指してたの、あの時は、一応企画的にはそっちの方とかを見ながら東青山にから西青山駅に向けようっていう、だからあの、コンセプトは一緒、さっきあのちらっと奥の時話しとった、ね、あの今駅まで歩いたって話しとって、名古屋の、あれと一緒で歩いたら、電車で行くやんって言って、西青山駅と東青山駅の間を歩こうとした、はい、あれでちょっとなんか地図でさ、あれどのくらい距離だったかなって調べたら、えらいえげつないことした、でしかもそれをショートカットしようとして、まっすぐ行こうとしたわけやな、いや、まっすぐ行く道がない、いや、一応案内板が出てたんよ、はい、あの動画、ここでね、ほらここに出てるでしょ、はい、東青山駅から西青山駅こっちって登山道に書いてあったから、それ通りに歩いてったら、崖だったっていう、はい、あれはきつかった、じゃあちょっと、はい、また多分シアさんが電話かかってくると思うから、はい、じゃあかかってきたらどうだろう、取って、キッシーで通じるかな、やだ、声で、まあ声でわかるからいいと思う、まだ自分のコントロールゲームないから、こっちはあの、はい、あれですんで、あの普通にあの本名を出してもらって全然構いませんので、はい、っていうかあの別に山寮っていう呼び方を始めたのがそもそもシアさんやから、始めたっていうのもあれやけどね、一番多分山寮って呼んでるのはシアさんだね、